バトンが一番強いんで、僕の場合このバトンが、まあ、攻撃力はそうですね、まあそんなに、まあこの2つには劣ると思いますけど、なんかすごい使いやすいんだよね。はい、ということで早送り。まあ今ちょっと話出てるんですけど、アンティ人、まああっちのダイングライト本編の話なんですけど、アンティ人がもうないということなんで、まあそういうのはそうだったなという本来の目的を思い出したんですけど、まあちょっとこっちはこっちで急がないと帰れないということなんで、まあそうですね、主人公の正義感っていうのがそういうのがうなってるんじゃないかなと。まあそっか、あっちですね、まあハランですね、あっち、こっちがスラム街じゃないよね。あれ、めちゃくちゃになってきた。あっちがダイングライト本編が、あっちハランだったかな。今もうアンティ人がもう切れかけてるんで、でもさ、僕に頼りっぱなしってのも良くないよね。なんか僕に憧れて、なんか俺たちもやってやるぞみたいなやつが言えばいいんですけど、なんだろうな、こもってるやつがやっぱ多いなもうちょっと出ない、外からさ。おっと、なんでや、あ、びっくりした、三角をしてしまった。ちょっと森がもう少しだな。これで最北端ちょっとわかんない、方角はよくわかんない。また遠いとこ来たな。こっちから行けるか、ちょ、上登るか。あ、こっち行ったらダメだ。よし、じゃあこっち行って、洞窟か、嫌だな。ボラタイルとかポンポン出てきたら嫌だぞ俺は。よいしょ、どうだよいしょ、おー、やべえ、これはちょっとバギーでちょっと突っ込んでみるか。しばらくちょっと突っ込んでみて、ほらほらほら、よいしょ、うおー、やべえ、これどこまでバギーでいけるかわかんないから、ちょっとここで、うお、やべ、やべ、軍人のやつがいる、軍人がいっぱいいるな。やべ、なんでそんな吹っ飛ぶの、強すぎだろあいつ。え、なんかでかい、よく見たらでかい、怖い。ちょ、ミスとか全く役に立ってないけど、攻撃したからかこの野郎。くそ、やべえ、強えな、やばいやばい。ミストがあっても攻撃したらやっぱりダメか、無駄になっちゃうのかな。おお、暗い、ここには特に何もないかな、ないですね。はい、ここに木が生えてるってのもおかしな話だな。まあ日が当たってるからなんだろうけど、ちょっとおかしいなと。ミストがところどころに散らばってるというのはもうやばいな。おお、やばい、はい、あれ、間違えた、 なんか飲んでしまったぞなんか紫色になったけど待って、しばらくご勘弁。ちょっと待って、これあの、あ、よかったよかった。え、何飲んだのこの人。今ね、上下が逆になってて、あ、よかったなとなった、びっくりした。何飲んでんだ、あんなデメリットしかないものを飲むな。ほら、オッケー、でけえな、でけえやつがいるな、でかい、これでかくね、これ、これは元が人間じゃないでしょ。あ、とどめできたんだけど、まあいいや、よいしょ、おお、ちょっとガソリンだけもらっていくか。ああ、ダメか、何もないか。まさか軍人みたいなやつらが奪っていくもんなんだな、なんでだろう軍人ですよね、どう見ても。おお、洞窟広いね、こんなにしっかりとした洞窟たち結構初めてなんじゃないか。車列を調べる、おお、いかにもって感じだな。開くか、お、
おお、めっちゃ取られてるじゃん。やばいやばい、ないね。破損はなし。でもこれはサブイベントか。おお、何があったし、ゾンビのまま死んでないのが怖いな本当。もうやめようぜ、なんか同族で争うのはさ。やめようぜ、もうやっぱ起きちゃうんだな、こういう、なんだろう、絶望的な状況っていうのは。そういうのが起きてしまうんだね。わかんないな人間ってな。こういう時にどうすればいいかっていうのがわかんなくなるのかな。あれ、ここしばらく見なきゃいけない感じか。死体を調べる。お、フェイスレス一人発見。あっちゃー、まあ、賞味期限切れか。あ、でもゾンビだなこれ。お、二人目。まあそうだな、生きてはないだろうけどな、さすがに難しいでしょう生存は。ここにはいるか。ということはもうこれ3人目も死んでるということ確定じゃないか。ん、あ、一人目ちょっとトランクの中見忘れてたか。ごめんごめん、いなくない。いなくない、上か。よいしょ、上でもないな、どこにいるんだ。フェイスレスさんはどこにいる。あれ、この人違うでしょ。ん、ライズの仲間か。うん、ライズの仲間ちょっとやばいんじゃないか。ちょっとライズの仲間がまだ生きてたか。まあ生きてたかっていうのはまだ残党はいるんですけど、まあ一応ここで言っとくと、ライズはあっちの本編のラスボスでした。はい、そいつは一応殺しはしたんですけど、まだ残党がまあいるもんで、結構大きなグループだったのかな。結構人はいるみたいで、まあ無限脇なんですけど。メタ発言ですけど、こっちは特に何もないね。お、マザーの関心を引く努力をするって、もう俺は散々したけどな。いつまですればいいんだろう。もういつまで進めればいいんだろうと思って。よいしょ、便利だなほんとこれ。はい、ということで今回はちょっと短いですが終わりたいと思います。まあどうなんだろうな、ランクももう弟子レベルなんだけど、関心はもうこれ以上この上ないあれだと思うんですけど、まだなのかな、ここら辺やらなきゃダメ。はい、まあちょっとやっていきますよ。ちょっとサイドクエストはもういいかなと思ってます。もう多分ここであのポイント稼いでも無駄だと思う。はい、まあちょっといろいろ調べてかな。うん、行こう。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。